皆さんこんにちは。さあ今回はですねジンバルのお話ではあるんですが、今日紹介するのはですねジンバル自体ではなくてジンバルに取り付けることによってそのジンバルの性能をさらにね、高める装置になります。本日紹介するのはこちらデジタルフォトのスナイパーです。こちらの商品ですがカメラスタビライザー .com 様に提供していただきました。ありがとうございます。はい、ということですねこのスナイパーなんですがなんかとんでもない変な装置ですよね。ちなみにですねうちのチャンネルで扱ってるね、このジンバルという装置、まあ、初めてもしかしたら見る方いるかもしれないんですけどもカメラにね、装着する機械で、カメラの、上下とあと左右とこの傾きをですね、補正してくれる、このブレをね低減してくれる装置になります。まあ、基本的にほとんどのブレはこのジンバルに取り付けることによって解消できるんですが使ってる本人が歩くとどうしても歩行時の上下のブレシフトブレっていうんですが、それが発生してしまいます。でこのシフトブレを低減するためにこう、ね、体を低くしたりですとか、まあ、歩き方をちょっと変えたりして結構ねその特殊な歩き方をマスターするまでね時間がかかったりちょっと難しかったりします。でそういったものを一挙に解決してくれるのが今回紹介したこのスナイパーになります。でこの機械にこのジンバルを取り付けることによってでブレを最後 の、ね、そのシフトブレを、低減することになります。ちょっと取り付けてみましょうか。はい、取り付けてみました。すごいビジュアルになってますね。なんかもうモビルアーマーみたいなことになってますけども、このねバネのテンションによってでこのシフトブレ上下のブレをね低減してくれるという装置になります。プロのね撮影の現場とかですとこう体につけるステディカムっていうカメラがあるんですがそれにもねこういったものがね、取り付けられていまして、まあ、あれのがもっとはるかに大きいんですけどもそれを小型化した、モデルになっています。で今回は小型ジンバルとコンデジですがこのスナイパーさまざまなものが、装着することができましてこのようにジンバル一体型のカメラ DJI ポケット2ですねこれもね装着することができます。このねポケット2も非常にいいカメラなんですがまあ、どうしても本体非常に小さいので手に持って普通に歩くと、上下の振動というのはねこの映像の中にかなり入ってしまうんですがこれを使うことによってこの最後のね、上下のブレも、解消することができます。もちろんアクションカムにも対応していまして、GoPro や DJI アクション2ですねこういったもののね、相性もとってもいいですね。アクション2もね GoPro も、日中であれば本当にジンバルいらずの、手ブレ補正のね、機器がいいんですけどもやっぱり歩行時のブレが出てしまいますが、これを使うことによってで、かなり、ね、低減することができます。さらにうちのチャンネルでもね何度か紹介したカラーナイトビジョン、サイオニクスオーロラプロなんですが、こういった特殊な用途のカメラもこのミニ三脚とかをつけることによって、はい、搭載することができます。このねオーロラプロも、手ブレ補正はついてるんですがあまり強くはないんですよね。で、そういったものをねこう車載ですとか船舶に取り付ける時でもこのスナイパーがあることによってかなりね映像を安定化させることができます。まあ、このねスナイパー仕組みとしては非常に、シンプルでして、こんな感じにね本当本体のこの先端にクランプこれがついていましてこのクランプが挟めるものであれば何でもね搭載することができます。でこの本体の中心の部分にこのあるバネこのバネのテンションを変えることによって本体をね水平に保ってでブレを低減します。この上の方にノブがついていましてこれを回すことによってバネの強度ですね、これを変えることができます。でこのバネなんですが、本体に、ね、もうちょっとちっちゃいバネが付属します。でこの小さいバネなんですがよりね、小型の機材、まあ、例えばこういったポケット2のドゥイットオールハンドルがない場合ですねそういった場合ですとこの小さいバネではないと、この大きいバネだとねテンションが高すぎてしまってこう水平を保つことができませんでした。ただ僕のね、今手持ちの機材をいろいろ試した結果ちっちゃいバネだと、まあ、ちょっとねこの汎用性ってのは低くてこの大きいバネをつけてこの上のダイヤルね調整することによって全部の機材が対応できたんでこのちっちゃいバネは正直僕はねちょっと使うことは、ありませんでした。ただ皆さんのねお手持ちの機材がすごいちっちゃいアクションカム1個だけとか、まあ、さっきも言ったんですけどポケット2の、このハンドルなしとかっていう場合だとこのちっちゃいバネを使った方が、よりバランスは取りやすかったです。でこのバネに関してちょっともう1点なんですが、これね一応取り外すことはできるんですが非常にこの取り外しが難しくて、こう本体のね六角レンチを緩めて、この本体を分解して、取り外す必要があるのでちょっとこれに関してはねやりづらかったですね。できればなんかこうワンタッチでパパッと取り替えるようなねことができればいいんですがちょっとねこの分解に関して
しては、難易度がね高かったです。で本体こっちグリップがありまして、このグリップもねここを緩めることによって、好きな位置でね角度を止めることができます。で、こちらですね上の方にも下の方にもねネジ穴が切ってあるので、まあここにさらに、三脚をねつけてこう両手持ちすることもできますし、上の方にもこういった感じでサクションカップを取り付けることができます。他にはこのように折りたたみできるプラスチック製のグリップもついてました。まあちょっとこのグリップが短い時はねこれつけてあげると、まあ、より操作性が向上します。あとは取扱説明書が入っていました。まあ、説明書に関しては全部英語なんですが、図解入りで書いているので、ね、そんなに難しくはないと思います。でこちらカメラスタビライザー .com 様が、独自に作っていただいた、こういった搭載できる重量のねこの目安も書いてあるので、まあ、これ見ながらね、まあ、このバネとかを選択して、機材をね乗せてみてください。はい、ということでね、まあ、実際これはねここであーだこうだ言うよりかもこれ装着して、歩いたのと装着していないのでどれだけ差が出るかね、まあ、いろんな機材僕手元にあるので、早速外に持っていてねこれ使ってみましょうか。はい、外にやってきました。現在ですね、スナイパーにポケット2はつけているもののこのバネを動かしてないので手持ちとほとんど同じ状態でやっていますが、どうでしょうか。三軸の手ブレはね防いでくれますが、僕の歩行時のブレはねおそらく防いでないと思います。今普通に歩いていますがどうでしょうか。はい、これが、ポケット2手持ちの状態です。ではここから、スナイパーのバネを作動させてやっていきましょう。はい、現在ですねポケット2をスナイパーにつけて動かしていますが、どうでしょうか。持ってみた感じですけどもそんな重さをね感じません。で、さっきも言ったんですがこれバネの強さをね、変えることによって、まあ、テンションを、こ う, うまくね保つんですけども、その際ポケット2も Do It All ハンドルをつけている場合は、大型の大きいバネですねこれをつけた方が、よりね本体が安定しました。旗から見るとですねそんなになんか動いてるようには、見えないんですけども、まあ、確かこの歩行時ですねこの部分がちょっとだけねクッククッって動いている、感じがします。はい、もう一度ですね、スナイパーではなく手持ちの状態に戻しました。ちょっとねこの状態で、走ってみますか。いきますよ。はい、走ってみました。では次ですねスナイパーを作動させてこのバネのテンションのかかった状態で走っています。いきますよ。はい、どうだったでしょうか。結構このバネがね病院と動いていましたが、その様子もね見えましたでしょうか。以上このね自分の真ん中このセンターの方にアクションカムをねつけて今ね歩いております。という感じでなんかね、これは効果がありそうですね。では続いて、ポケット2からねアクションカム、DJ ポケット DJ アクション2かそれに切り替えています。さあ続きまして DJI アクション2に切り替えていました。現在ですねアクション2はこのように普通に手持ちでやっています。スナイパーは、使っていません。まあアクション2はですねこういった日中であれば非常に強力な手ブレ補正が効いているので普通はね、全く、使う分には問題ないんですけども、やっぱりこの歩行時の上下のブレっていうのはおそらくね皆さん、これ見えてるかと思います。ここでスナイパーを、はい、動作させました。さあどうでしょうか。なんか歩くたびにだいぶこのバネがビョンビョンいってますけどもちょっと不安になりますね。でこれね取扱説明書の方にはカメラを横向きに取り付けてるんですけども、まあ、その場合だとちょっとこのグリップとね当たりがあんまりよろしくなかったので今回はちょっと自己流になってしまいますけども、こんな風なね、カメラに対してグリップをこう正面に来るように持っております。はい、これが、スナイパーをね作動させた状態です。一歩歩くために結構ビヨンビヨンいってますけどもね。はい、でもさっきのねポケット2に比べて何かこうこう上下の動きを、分散してるのかなっていう感じになります。そして再度手持ちに切り替えています。はい、これが、手持ちの状態で普通に歩いていますがどうでしょうか。ちょっとこの状態で、ね、走っています。はい、だいぶねドタドタ走っています。はい、では次に
スナイパーを使った状態で走っています。まあ、歩くよりかも多分ねブレはね少ないと思うんですよね、走った方が。はい、どうでしょうか。スナイパーを使って、歩いております現在。そうですね、このちっちゃい画面から見る分にはこのスナイパーが、水平になってブレを吸収するまでにちょっと時間がかかるっていうか、少しねこうバインバインバインって 2,3 回なってから、水平になってる感じがあるんで、少しこのバネの動きに対して、癖がねあるように感じます。まあ、それでもね多分これはかなり、ブレをね軽減できてるかと思います。ちなみにこのスナイパー、最大 1.2 キロの、機材まで対応しているので、アルファ7-4と、小型ジンバルですね、それ組み合わせたらどうなるかちょっとやってみましょうか。さあ、続きましてこの重量級の機材、ゼウンのクレーン M3 と、ね、アルファ7-4レンズはですね、20mm の F1.8 でやっていますがどうでしょうか。現在ですね普通にジンバルを手で持っている状態ですね。特に何も歩き方とかは意識していません。普通に、歩いています。ジンバル歩きとかは一切していません。この状態でね、縦ブレはねどうでしょうか。結構ね、ブレが出ているかと思います。さあ、そこでこのスナイパーでよいしょ保持してあげるとどうですか。一応ですね、うまい具合にブレはね、あ、これ低減できてますね。ただしかなりここのねグリップの部分がね重くなるので、もう一個ここに、ミニ三脚つけた方が多分いいと思います。特に今ですねジンバル歩きとかは何もしていません。普通にね歩いていますけども、これはねはい、もう絶対上下のブレはね低減できていると思います。よいしょ、ちょっとモードを変えて、パンフォローモードにします。よいしょ、これでぐーっと回ってみましょうか。この歩いた時にねバインバインってなってしまうので、このブレの部分というかこの上下にねバインバインになっているところをうまい具合にこう体で、まあ、いなすっていうんでしょうかね、このあれを逃がしてあげる必要があります。本当そのまんまこのブレを出してしまうとこんな風になってしまって、ね、とてもとても撮影どころではないので、ちょっとこれはこれでね扱い慣れるまで、少し時間がねかかりそうです。でもこれねおそらく慣れたら今までのジンバルとはね比べ物にならないほど滑らかなね映像を撮れるんではないでしょうか。じゃあ最後もう一回ロックモードにして、だけこれ息切れしますねちょっと走ってみましょうか。いきますよ、今軽くね走っています。はい、どうでしょうか。ジンバルのみの手ブレ補正でねやっていますがどうでしょうか。はい、では続きましてこのスナイパーですね、これを使って走っています。いきますよ、はい、どうでしょうか。とりあえずですねこのスナイパーの、この、手ブレ補正の、ね、加減は、うまくね見てもらえたかと思います。では続きまして車載の方でこれがね使えるかどうかちょっとやってみましょう。さあ、続きまして車載でも確認してみましょうか。現在ですね DJI ポケット2を普通に車にね、取り付けてます。サクションカップで取り付けていますので、スナイパーは使っておりません。さあ、ここからですね一回ガタンガタンとね車が大きく揺れると思います。はい、どうでしょうか。まあ、揺れると言っても多分ですね、ポケット2時代のね手ブレ補正も優秀ですし、で物理的な三軸ジンバルも、ついています。で走行中は人間の歩行と違ってタイヤでね動いているんで上下のブレってそんなに出ないんですよね。なので正直なところスナイパーを使っても使わなくても多分ですけどもポケット2でそこまでね差は出ないように、はい、思えます。まあ、本当はですねもっとこうガタガタ道を走ればいいんですけど、残念ながら僕の住んでる地域はそんなにガタガタ道がねないので、ちょっとこれに関してはごめんなさい、検証はね難しいかもしれません。本当は自転車とかであればねこういった検証非常にやりやすいと思うんですが、うちは自転車じゃなくてバイクなんですよね。でバイクになってしまうとこのスナイパーの取り付けをしてバイクを走らせると、まあ、おそらく風圧で全部吹っ飛んでってしまうので、とてもそれは現実的じゃありません。
ません。なので今回は車のみと、なってしまいます。どうか許してください。はい、今ちょっとだけ車がガタンガタンってね揺れましたね。さあどうでしょうか。さあそんなに効果があるとはちょっと思えないですけども、これがですねポケット2単体でね、車載でやっている映像になります。では続きましてスナイパーに取り付けて、同じくね車載やってみましょうか。さあスナイパーに取り付けました。現在 DJ ポケット2をスナイパーに取り付けて、車載をねやっていますがどうでしょうか。今カタンカタンっていうところでね、このバネがビヨンビヨンって動いていますけども、なんかちょっと心配になりますね。ちょっとした段差でもこのねバネが、反応しております。ブレを吸収しているのかそれともちょっとブレが出てしまっているのかは、定かではないんですけども、とりあえず、いい感じにバネはね機能していますね。はい、どうでしょうか。あんまりこれに関してはそうですね、さっきも言ったんですけども、よっぽどの悪路を走るとかじゃないとその差っていうのは多分ね出ないと思うんですよね。あとこれ、公式ホームページの方でも書いてたんですが、あまりも急ブレーキや急加速のような力がかかるようなものには向いてないということなので、そういったところを見てもそうですね、車載時に役に立つのはもしかしたらアクションカムとかでシャッタースピードを制限した時かもしれないですね。例えばあの GoPro も DJI アクション2もあの ND フィルターとかつけて、シャッター速度を落として、あのブラーのある映像を、やろうと思うと当然手ブレ補正も弱くなるので、そういった場合にはもしかしたらこれ非常に、有効かもしれません。それを知るためにも、今回アクション2と ND フィルター持ってきましたので、ちょっと、それやってみましょうか。まずはですね、アクション2に何もつけていない状態で、スナイパーにね、搭載しています。さあ続きましてね、DJ アクション2やっていきましょう。すみません、さっきねちょっと説明が1個足りなかったんですが、DJI アクション2のシャッタースピードを制限して ND フィルターをつけて、今カメラを、車に単体でねつけています。スナイパーは使っていませんが、どうでしょうか。おそらくですねシャッタースピードが、60分の1になっているので、画面全体は流れるようなねあのブラー感のある映像は撮れてるんですが、同時に、おそらくこのブレっていうのはね相当出ていると思います。特に上下のブレがね激しく、出ているかもしれません。でこういった状態でスナイパーを使えばねどうなるかってところをね今回見ていこうと思うので、すいません、さっきはね少し違いました。これ全くねあのシャッタースピードも全部オートにして、ND フィルターも何もつけない状態であれば、ほとんど日中であればねポケット2と同等かそれ以上の手ブレ補正効くので、あんまりスナイパーに乗せる意味は、ないと思います。なので今回は、シャッター速度を制限して ND フィルターをつけた状態での、スナイパーありとなしのねその有無を、調べていきます。でシャッター速度を制限して ND フィルターをつけたおかげで、ブレはね出るじゃ出るんですけども、それはもう視聴に耐えられないレベルかと言われると、そうではないと思うんですよね。あくまでその、手ブレ補正をオートとかでやった場合との差なので、ここはねちょっと評価が難しいところだと思います。じゃあ続きまして、スナイパーに乗せた状態でやってみましょうか。さあアクション2に、スナイパーをつけて ND フィルターをつけた状態で、やっていますがどうでしょうか。さっきに比べてねこの上下のブレとかはどれだけね軽減されているでしょうか。結構本体はこのバネの影響でね、ブルブル震えてますけども、それがね映像にどんな風に反映されているのか、僕もねあのまだはっきりと見てないので何とも言えないんですけども、家帰ってねこの辺で、ねどんな風になっているか、見てみたいと思います。今結構ガタガタとね、揺れてますけども、さっきと比べて、どうでしょうか。もしこれでね縦のブレだけ軽減されていれば、車載の時にはこれねすごく、いい機材になると思います。正直歩行のねブレとかに関しては、ジンバルとねあと使ってる人間次第で何度でもなるところは、あるっちゃあるんですけども、このアクションカムとかが夜間ですね、夕方から夜間になってくるとどうしてもねシャッター速度を落として、光を稼がなければならないので手ブレ補正は効かなくなってしまいます。でそういったところをこのスナイパーのみで補えることができれば、ジンバルよりかもあり
取り扱いは楽ですね。今もね、何回かいろんな機材の世界やってますけども、そんなに苦労は、しないですね。あのジンバルってどうしてもあのモーターで駆動しますし、三軸のね、バランス調整したり非常に面倒くさいんですが、このスナイパーであれば本当はバネでね、動いてるだけなので、特にこれといったあの難しい調整はありません。まあせいぜいあの機材乗せるときに本体が水平になるようにバネのテンションを調整する必要はあるんですが、それ以外は特にこれといってね難しいことはないので、まあ、そういった意味ではジンバルよりかは取り扱いが、簡単だと思います。はい、どうでしょうか。これがねスナイパーを乗せて、アクション2に ND フィルターをつけて、シャッタースピードを制限している映像になります。ではですね、一旦家に戻ってね、僕もこの映像を確認しています。さあ、ってことでね、皆さん長い間動画に付き合っていただきありがとうございました。いや、今回の検証もね、結構時間がね、かかってしまいました。さあ、それではですね、このスナイパー、まあ、いろんなね、機材乗せて、検証をしてみましたが、まず良かったところから行きましょうか。特にね、これ良かったなって思うのは、やっぱりこのポケット2と、こちら。ゼユンの、ね、クレーン M3、 この、ね、ジンバルの、上にさらにこのスナイパーを乗せて歩いたり走ったりした時は非常にですね、この最後の、ブレですね、このシフトブレ、上下のブレを、ね、低減してくれたので、とてもねこのスナイパーとジンバルは相性がね、良いと思いました。特にこのクレーン M3 とね α74 はもうこれはねもう完璧かなって言えるくらいに相性はね良かったですね。に対して、このアクション2ですね、こちらはですね、そうですね、まあ一応ブレは低減できたといえばできたんですけども、そこまでなんか大きく違いが、あったかなっていう感じがね少しありました。でさらに車載時ですね、車載時のこのアクション2に ND フィルターをつけてシャッタースピードを制限した状態で、このスナイパーのありなしで比べてみたんですが、まあ、それもねそこまで違いは、出たかなみたいな、ただ、橋とかのねその溝ですかね、この接合部とかにタイヤがガンって乗っかった時にこのガタっていう上下のブレに関しては、このねスナイパーあった方がブレは低減できたんですが、それ以外のシーンではそこまでね、変化が見られなかったので、夜間で、このアクション2とスナイパーを組み合わせてシャッタースピードを制限して滑らかな映像を撮るっていうのはちょっと難しいかもしれません。に対してポケット2とスナイパーとかであれば、まあ、車載の時とかはね非常にこれ有効だと思います。車でポケット2とスナイパーをね組み合わせて使った時は、まるでね飛行機で撮ってる感じがスーッとね、こう滑らかな映像が撮れたので、まあ、やっぱりこれはジンバルとね、組み合わせてみるのが非常にいいかと思います。まあ今回は検証できなかったんですが、自転車とかとこれ非常に相性がいいと思います。まあ車ですとか他にもあの徒歩に比べて、まあ、自転車の方がこう左右のブレとかね縦のブレってのも大きいと思うので、このスナイパーはね、強力に作用すると思います。で逆にバイクに関してはこれはね全くおすすめできません。まあ動画の中でもね喋っていましたけども、まあ、自転車とかに比べて風の受ける影響が非常に強いので、まあ、こういったアクションカムとかもしっかりとね、このハンドルですとか他にもこのミラーの部分とかにがっちり固定しないと本当風で吹っ飛ばされて、しまうので、こういったスナイパーのような大きいものをねどっかバイクとかにつけるのはあまり安全上よろしくないので、まあ、そういったのはちょっとおすすめできませんけども、バイク以外で自転車や、徒歩ですとか車載にはね、このスナイパーはとってもおすすめなので、ぜひね皆さんも検討してみてください。動画下の概要欄の方に、詳しい URL 貼っておきますので、そちらでもね見てくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かの参考になれれば幸いです。で今後ですね、こういったジンバルの関係のものありましたらどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。